お疲れ様です。うちは TV の中の人うちは4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。さあ、ということで今回もウイニングポスト102024やっていくんですよね。今回はね、何をやっていくかと言いますと、まあ、やっぱりね、ウイニングポストっていうのは、史実場をね、めでるっていうのも大事かもしれない。あの馬、この馬、こりゃ馬、あれは馬、たばらーみたいな感じかもしれませんけども、まあ、非常にウイニングポストっていうのはさ、自分の で、も活躍したいいわけじゃなでですかで今回、競馬ブームっていうのがありましてね。競馬ブームっていうのはね、何かって言ったらね、過去の動画見ていただければ分かると思いますけど、こうやってランキングがあって、ランクボードを超えたら、ウェーってなって、毎回ウェーみたいな感じですよ小さい子からじっちゃんばっちゃんまでって言ってますからね、メアがね。だからそこら辺までね、例えばですけどもね、これは日本帝王とか玉置クロスがね、もうこのブームを起こしたら、もうん、玉置クロス最高ーみたいなね、感じが要は競馬ブームでございますけど、この競馬ブームっていうのはもういろんな動画出させていただいておりますんで、だんだん分かってきてると思いますけども、要は起こすとめっちゃいいよっていう話じゃないですか。で それで何ががいいいかっっってて言ったら強い馬が生まれやすくなるっていうねでも史実馬っていうのは元から強いんだから決まってるんですよじゃあなんでこんなシステムが導入されてるのかはい自分でちゃんと生産しろっていう話なんですよそこでね逆に言えば今回ね史実調教っていうのでヨークをこうね育てるっていうところ結構ねしっかりねできているっていう方もいらっしゃればなかなかできてないなーっていう方もいらっしゃると思うんですよこのセーブデータ5月の1週でございますけどもこちらね9月の1週とかになってくると史実調教にヨーク っていうね単語が出てくると思います。でこんな感じでね何やらせるみたいな感じで例えばですけども昼夜放牧だったりね GPS ね不正地球場だったりリードホースだったり結構ね、まあ、もっと出てる方もいらっしゃるかもしれないんですけどもハッキング練習だったりゲート順置だったりとかねここの関連施設っていうところが実はねこのヨークの育てるのにもこうやってね出てるんですよ。ってことはですよっていうことはですよ大事なのは何かっつったらこの牧場の画面の牧場の施設だっていうことで前振りなぎーなゴリラっていうね僕ね のの施設でおすすめなのをねご紹介させていただければと思ってておりまますのでで最後まで見ていただだければと思いいますうおほほだいぶ長かったね、前振りっていうね、感じかもしれませんけれども、簡単に言うと、牧場の施設でおすすめっていうのはね、過去の方でもね、動画出させていただいてはいますけども、なかなか新作になれば微妙に変わってくるっていうのがあるわけですよ。微妙に変わってくるところっていうのはね、手抜きゴリラでね、出したような動画じゃダメだという形になりますんで、おすすめの牧場3選っていうのをね、またまたやっていきたいかなと思いますけども、まあ、いろんな牧場 の施設ってあると思いますねあなたの牧場の施設何かありますかみたいな感じなんですけども、例えば調教師応接室ですね。密室の中で何が起きるんだっていうね、お部屋がね、牧場の端っこにできたりだとか、まあ,あとはプライベート志望場施設ですね。これはもう神ですね。これが実装されたことによっていろんな遊び方ができるようになりました。ありがとう、光栄テクも最高です。みたいな感じなんですけども、あとはキッズハウスですね。子供の成長を早めるね、このログハウスがあるんですよこれ実際だったら一体何なんだ,んだみたいな施設も結構あるわけです。じゃあ、どんなのがいいのかっていう形なんですけども、純粋に おすすめなもののってていいうのをご紹介させていただけければと思うんですけどもただ牧場の面積っていうのは私これダウンロードコンテンツをね追加させていただいてますんで18っていう形と育成上の面積が7分の7になってますんでもうフルカウンスとしておりますだからもう本当に使い方っていうのはいろんなところがあると思いますダウンロードコンテンツ入れないとやりくりが大変だっていうね形になってきますんで今回は何が重要かを考えて施設をおすすめしていければなと思っておりますまず1個目は初めてやられる 方は間違いなく観光施設です <laughs> これは何とでも言います観光施設をまず立てろ <laughs> いやわかりますわかります引き継ぎのプレイヤーとかクロードプレイヤーいりません引き継ぎのデータがない人っていうのは一番最初20億しか持ってません20億なんて競馬社会で言ったらハシタガです行 <laughs> ってみたいですね競馬社会だったらハシタガになってしまうっていうね強いまあ高いわけですよこのゲームね基本的にはだ だだらささ金をを安定しててて収入を得るるそれははもももうう大事なこととと思思いいいいますす序盤攻略ででね説明せたんけどもレベル1じゃ全然意味ありませんレベル2、レベル3にしていくっていうね、ことは必要かもしれないんですよ。レベル2でも十分ね、お金を回収できるっていうところから考えると、まず一番最初に初めてやられる方、こういう動画をちょっと見て勉強しようかなって思われる方はね、これからやろうかなっていう方は、まず観光施設っていうのはコスパがいいです、純粋に。2億円でっていうところから考えて、月の維持費も100万円 しかかかかからないいいいい他っっててうののは見てください月の維持費いっぱいかかるわけです論議場とかはね小さいかもしれないけど大きい施設になると維持費っていうのは400万だったりだとか200万だったりっていうのはもうゴロゴロしてるわけですよそこで考えたら100万円月の維持費100万円で100万以上の収支が出たらプラスなんで <laughs> 簡単に言ったらねウイニングポストっていうのはバヌーシ,ーシミュミレーションでもあり経営シミュミレーションでもあるっていうのは声を大にして言いたいのでここはブレないでいきたいっていうところで観光施設をねまずはお勧めしたい施設かなと思いますさあ そしてね2つ目はね間違いなく今回重要なのは精神力と賢さですって考えるとやっぱりね花壇っていうのも今までねどうなんだっていうサブパラよりスピードじゃろうっていうねところはあったかもしれないんですけどもこの賢さを上げるっていうところと花壇は2つフルカンスをしてると気球時の調子が上がりやすいっていうねこれ2つ入れることによって起きる形なんですけどもヨークへのね賢さの上げるっていうのは何でねおすすめかっていうとこのヨークの史実長期を見ていただくと分かるんですけども こちらね見ていただくと精神力っていうのと賢さっていうのはこういった感じでセットで上げていくことができるんですね。ただ今の傾向っていうのはどちらかというと賢さがね逆 V 字してる馬の方がよく出てるんですよ今回のウイニングポスト10今までのねウイニングポストのあるあるだったのは V 字って言ってね <laughs> V 字型っていうのがすごい多かったんですよ。スピードがなくてサブパラがまばらで強いっていうのがね自分の馬でよく出るケースがあって手届くよねでもオンラインはきついよねっていうのがあったんですけど今回のウイニングポスト10 ポ102024のヨークのね傾向っていうのは逆 V 字って言って賢さがあまりないような馬だったりだとか精神力がちょっとね欠如してたりっていうね今まではね阻害されるようなパラメータルはなかったやつらっていうのが今回阻害されている馬が増えたんですよ以前よりで逆に言ったらスピードの方が逆 V 字が減ってきてるっていう傾向があるのでそういうところもねやっていかないとわからないっていうところ何十時間もやってて何世代もやってての感覚になってきてしまって申し訳ないんですけどもカダンは今回結構10 重要だなと思って本来僕1個しか作らない人が2個作るっていうぐらいこの花壇っていうのは今回ねフォーカスが当たってくるヨークのね賢さしっかり上げれるのとスタッフをねスタッフがね余力あるのであればここにスタッフしっかり入れてあげるとよりね相乗効果っていうのはね出てきますこれねスタッフをね配置するしないっていうのは結構違いが出ますんでこの花壇っていうのもね2つね敷地に余裕があるんだったら作ってあげると気球時の調子も上がりやすいって考えるとかなりおすすめなのかなと思いますそしてね3つ目というか 重要っちゃ重要だなって思うね施設なのがこちらね今回ね11節の2つ目っていうのが牧場で重度の怪我をしにくくなるっていう効果中って書いてあると思うんですけどもこれがね結構重要なんじゃないのかなと思うんですねなんでかっていうと今このねヨークっていうのが私立長距離っていうのでねこれできるようになってるんですけどもこれ牧場で怪我してしまったりだとかまあよくあるね扇通ですわもう何の水飲んだんだよっていうぐらいね水が汚いだけじゃねえのかよみたいなイベントあると思うんですけどもこの水っていうところからの扇通 だったりだとか怪我をしてしまうっていうねちょっと多いわけですよ今まで以上に多い前回の無印と比べても明らかに多いなっていう感じがするんですね今現状ねみんな大丈夫です健康を阻害はされていないよっていう形かなと思うんですけど怪我してしまったりだとかなんかしてる時っていうのは表示が出てて何もできなくなるわけですねそうするとこの特にボバ1歳だったりヒンバ1歳とかの時のこの9月1週から12月1週までの間のヨークのこの私立調教イベントっていうのが踏めなくなると最 競馬への道っていうのは下がってくるって考えると今回牧場の施設の中での健康度っていうのもある程度やっぱり重要視されてくるなって思いますんでこれだいぶ変化球だと思います <laughs> これをおすすめしてるっていうのは強い馬を作りたいって方はここ重要なの分かってくるかもしれないんですけども要は牧場で何かあると何もできなくなるってことは機械損失になるっていう考え方をした方がいいと思うんですねでそれはあくまでもセーブロードすればどうにでもなるような戦いなので必要 今おすすめしてるのは3つ目というよりスピンオフなんですけど <laughs> 打足かもしれないけど今回獣医施設っていうのもおすすめっていう形になってくるのかなと思いますんで基礎中の基礎っちゃ基礎中の基礎なんですけども牧場で怪我をさせないっていうことはね重要になってくるシステムになってきておりますんでね是非ね獣医の施設っていうのも要力があったら2つ立ててもいいのかなと思っておりますさあそしてね最後ちゃんとした3つ目でございます今回は集団バボです間違いなく集団バボだなと思いますねなんでかっていうとウイニングポスト っていろんな遊び方あると思うんですけども衝撃的な開催表になったの皆さん気づいてらっしゃると思いますよね何が言いたいかというと今回一番最初の2歳の重傷って 今までは7月からちょろちょょろろ出てたような気がするんですよなんと6月の3週と6月の4週に2歳限定の重症がねコンベットリーステークスとこちらねクイーンメアリーステークス6月の4週にねアルバニーステークスと、えー、こちらねノーフォークステークスっていうね鬼畜みたいなね <laughs> 鬼畜みたいな重症が4つも増えたんですよこれはやばいんですどういうことかというと6月の3週6月の4週っていうのは新馬戦がどのレベルかっていうと国内で 考えたら あるかかなないいぐらいなわけですよ <laughs> 6月の1週が一番早いのかな新馬戦で考えたら京都が一番早くて次が函館でまあ6月の1週が一番早いっていう感じですね日本国内の話で6月の1週で勝ちました6月の3週は出れませんよ普通に考えてってことはもうこれはイコール欧米の牧場たちじゃないとね勝負ができないんですよでも6月の1週より早い先にねレースがあるのかって言われたらないでしょだからもういきなりなのよこの2つがこれなんで鬼畜かっていうと この2つが実装されたことによってトロコンされる方からしたら重賞全制覇っていうのがあるわけですよ。資料室の隣記録っていうところを言っていただいて優勝カップで重賞一覧っていう形になるんですけどもヨーロッパがカンストできなくなるんですねあの4つがあるだけで。そうですよだって もう入球しないから <laughs> このねウィニングポストの唯一の歯がゆいところかなってちゃんとしてるかもしれないっていうところはヨークの強制入球ができないんですね。ってことはですよあの重傷を2つ取らない限りはトロコンは絶対できないって考えるとめちゃくちゃ難易度上がったんですよ重傷完全制覇っていうのはそりゃ0.1%ぐらいだわ <laughs> トロコンのあのパーセンテージ0.1%ぐらいだわっていう感じなんですよまあこれはあくまでもコンシューマーテでやられている方はそういう形ですね。ままあ、まあのの勢っていうのは別かももしれませんけども、まあ、何を言いたいか 言わせないでくれって感じかもしれないんですけども集団バボーっていうところもね今回ね早めにデビューを可能にするっていうのはこれは非常に重要になってくるので各国の特に欧州ですね欧州の牧場施設っていうのは早め早めにね出さないといけなくなってくるタイミングっていうのはいずれ絶対出てくるって考えたらここはもうマストで2つ置いといた方がいいんじゃないのかなと思うプラスアルファ勝負根性も上がりやすくなるっていうのはねプラスだと思いますんでぜひねこの集団バボーっていうのもね意外と見落としがちなところから もしれませんけども全重症を目指してていいくっていうのであればおおす,すめにななっっててくるのかなと思っておりますまあその他にもウォーキングマシーンも重要ですし論,、ね、論理上も全部大事は大事なんですけども全部一斉に立てることができないっていうこの歯がゆさの中でどこにねウエイトを置くのかっていうところでやり方は確かに変わってくるかもしれないです休養場をしっかりケアしたいんだっていうね外球のシステムをしっかりしたいんだっていうのであれば当然ね研究棟だったりねミストだったりトレッドミルだったりね新しく出た低酸素トレッドミルですねこういうのとかも置いたっていいじゃん ねーかっていう感じですし大型販路コースだったりっていうのも非常に重要だと思いますけども基礎的なね牧場のこのね施設っていうところの底上げレベルアップっていうのも必要なんですけど牧草も大事だと思うんですけどもやっぱりお勧めさせていただいたね3.5ぐらいの施設たちっていうのは今回ねウィニングポスト102024で考えると非常に重要になってくるなと思っておりますんでねぜひね優先してね立ててみてはいかがかなと思っておりますこんな形で引き続きまだまだウィニングポストだったり光栄テクもストーキングしていきたいなと思っておりますのでぜひちょっとね面白いなと思って いただいた方チャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします今回はここで終わろうかなと思いますまたぜひ次の動画配信も見ていただければと思いますそれでは次の動画配信でバイバイ